皆さんこんにちは。不動産コンサルタントの藤原でございます。今日のお話は相続の放棄についてちょっとお話をしてみたいと思います。前々回のお話です ですね、相続財産というのを見つめてみましたね。で、相続財産というのはプラスの財産もあるんだけれどもマイナスの財産もあるんだということを理解しなくちゃいけないということをお話ししました。相続というとですね、とかくこう財産が転がり込んでくるというイメージが、ありがちなんですけれども、考えてみればそれは一昔前の話と言っていいかもしれませんね。日本は、バブル崩壊からずっと右肩下がりの経済になっております。そういたしますと、その崩壊後、20年ぐらい経っておりますけれども、この20年の中での各家庭の資産バランスというのも当然狂いが生じていることになるわけですね。で、そうなりますとですね、要は資産がいっぱいあって負債はゼロというようないわゆる背景からですね、ややもするとそれが逆転し始めているということも、今も起こってるかもしれないし、これからもっと起こってくる可能性というのが出てくるわけだと思うんですね。そういたしますとですね、相続財産というのは、非相続人の財産を相続するということはですね、前の講義にもお話をしましたように、プラスの財産もマイナスの財産もひっくるめて背負うんですよということを意味することになるわけなんですね。で、プラスが100でマイナスが0であれば、みんな喜んで相続すると思うんですけれども、これ逆だったらどうなります？プラスが極端なこと言えば0、プラスの財産が0でマイナスが100あったとしたら、それは相続人が背負わなくちゃいけないのかということになりますと、やってらんないですよね。いくらその親子の関係だとかだとしてもですね、あるいは配偶者の関係だとしてもですね、ある意味その他人が作った負の資産をなんで自分が背負わなくちゃなんないんだ、これはちょっとやりきれないことになりますよね。そこで、法律はですね、相続したくなければいらないよっていうことを言えるということを認めております。これを法律では相続の放棄と言います。つまりは私は相続権があるんだけど、この相続自体私はもういりませんと、もう関わりたくありません、このお荷物を背負いたくありませんと主張することができるという権利を認めております。これは覚えておくといいですよね。要は蓋を開けたらもう借金だらけ、その借金を背負うだけの自分も余力もない、だったらもう相続自体もう私はしませんと、あるいは相続人全体でもういりませんというような主張もできるというのがこの相続の決まりなんですね。で、これを相続の放棄と言います。ただしですね、気をつけていただきたいことがあります。相続の放棄に関しましては、相続の放棄を主張できる期限というのを決めてるんですね、法律の方で。で、これを忘れてしまいますと、知らなかったり忘れてたりしますと、それを経過してからはそもそも放棄自体ができなくなってくるというのがありますので、これ注意してください。で、この放棄はですね、相続が開始されてから、相続の開始といいます、非相続人が亡くなった時を通常相続の開始時期と言いますけれどもね、一般的に、じゃあおじいちゃんあるいはおばあちゃんが亡くなった時点が相続の開始の時期になりますから、この時期から3ヶ月と決まってるんですね。相続放棄は、相続が開始されてから3ヶ月以内でないと放棄するという宣言ができないというふうに決まっております。ですから、例えばですね、極端なことを言いますと、借金ばっかの財産なんか私はいりませんと、あるいは相続人全体でいりませんということなのであれば、この相続の放棄というのを主張できます。もしくはですね、揉めそうだから私はもうこの相続には関わりたくないんで、相続権があるんだろうけどもう私は関わりません、いりません、結構です、それも放棄できますね。いわゆるもう
俗に言う骨肉の争いみたいな相続に巻き込まれるぐらいだったら、もうその財産は私いりませんのでという放棄もまあできます、まあ、関わりたくないということですね。で、そういうのも含めて相続の放棄と言いますけれども、相続の放棄は相続が開始されてから3ヶ月以内にその宣誓をしなくちゃいけないんだというのが決まりになります。で、これを超えてしまいますと、もう放棄はできなくなります。そうしますと、その後じゃあどうするのかというと、また、まあ、遺産分割協議等でですね、これ決めていかなくちゃならないんですけれども、その手前で決着がつけられるんであればですね、そういうような手続きもできるというのがこの相続の、まあ、世界なんですね。で、今日は相続の放棄について、お話をさせていただきました。3ヶ月これ頭の中に入れといていただければと思います。では次回もお楽しみにしてください。ご視聴ありがとうございました。